こんにちは、吉谷さん。億万長者合宿も長いリレーになってますね。まだまだですよ。で、椎野康晴君といえばですね、皆さんお知らせしたいんですけども、速稼塾に2013年に参加して、その間何回も挫折してですね、そして他の商材買ったりとか関係ないことやったりとかして、もうね、7回破門になってます。私の速稼塾っていうのは入塾された方がお客さんという概念はないんですよ。全部弟子です。ですから私は厳しく指導を望む方には厳しく指導します。その結果、やりすぎて、クビになる方がいるんですよ。クビってのはどういうことかっていうと破門です。お前は速稼塾に入らなくていいと、さよならバイバイって感じですよね。ただ速稼塾が破門になった時に復活のカリキュラムも与えてるんですよ。というのはね、破門中縁を切られてる間も修行なわけなんですよ。まあ、ですので縁が切られたからといって終わりで自暴自棄になったりとか、また妙なことするんじゃなくって、じゃあ破門を解かれるためにはどんなことをすればいいのかなっていうことで、そのトレーニングの期間なんですよね。うん、でそれで、その椎野清晴君は自己アフィリエイトで1ヶ月以内に10万円を稼ぐとか、1ヶ月以内に、メルカリの出品を100品するとかっていう課題を与えられて戻ってくるわけなんですけども、その時のエネルギーがすごいと。1ヶ月じゃなくて10日でそれをマスターしてね、やってくるわけですよ。だからね、突き放されるとやる気になるっていうのを繰り返して成長してきたんですよね。で彼はこの度2つの大きな偉業を成し遂げたんです。それは一つは企業コンサルですよね。一つの会社っていうのは多くの社員さんが働いて、いろんな方のね、暮らしがかかってるわけですよ。そこの決定権者がその社員をね、会社を代表して、あなたに会社の右に行くのか左に行くのか運命を任せますっていうわけなんですよ。コンサルっていうのはね、いわゆる経営権の仮譲渡なわけなんですよね。コンサルをすることによって、そのコンサルティングの方が指し示す方向に会社が向かうわけですから、これはね、すごいことなんですよ。社長ですら決断できないことを社外の人間に任せるってどれだけ大きな決断だなと思うんですよね。でもそれを担うことになって、今回から会社コンサルが始まりましてね、いや、すごい成長だなと思いました。私の会社のね、コンサルもお願いしたいぐらいだと思うんですよね。まあそんな感じなんですよ、本当にね。うん、すごいですよね。でもう一つは、高級マンション、高級タワーマンションに引っ越すとまでいきませんけども、今の住まいのね、数倍の価格の、まあ、すごく立地のいいね、広島市内中心部の、マンションの方に変わるということで、もうね、どっちにしようかなっていうレベルまで来てましたね、この前話したら。でも私がね、その家賃以外にいろいろとかかるものがあるよっていうような試算を出させてね、あ、本当だみたいな、家賃かける 1.2 とか 1.3 で計算しないとなかなか固定費っていうのはね、居住固定費というのは測りませんし、部屋が広くなるといろんなものが置けるようになるんで、多分いろんなものを買って置くようになると思うんですよね。だから狭い方がコストはかかんないんですけども、まあでもね、これを機会にドーンとね、自分の城ってものを広げてもらって、なんかすごいですよ。なんかこう4人家族用のとかを探してますからね。すごいですね。私もね、広いところには憧れたんですけども、吉谷さんも来てもらった、例のね、広島ヒルズの久保広ハイツってところ、あそこがね、私の精一杯だったですね。家賃が10万円ぐらいだったと思いますけども、でもあそこに毎日人を招いてセミナーをしていました。セミナーの回数は年間で1000回ぐらいですよね。で今回のテーマ、ちょっとね、遅くなりましたけども、変わるってことなんですけども、これね、本当変わり続けるってことをやらないといけないと。変化するってのはどういうことかっていうと、今までの自分を否定するってことなんですよ。だから私は自分の仕事を否定して、麻雀店にしても、スロット店にしても、不動産会社にしても、全てを捨ててやってきました。ここまでインターネットの世界にね。でインターネットの世界に入っても、アフィリエイトをマスターしたら、アフィリエイトを捨てて、アフィリエイトのトップアフィリエイターの地位を捨ててですね、新しい新人の転売の世界に入ってみたりとか、転売の世界をまた捨ててですね、また今度は投資の世界に入ってみたりとか、もう新しいことをやるたびに、今までの栄光とかね、今までの実績を全部捨てていく覚悟がないと変化できないと思ってるんですよ。で次から次へと捨てて、今度は広島市内ってものを捨てましたね。都市部、都市の住環境を捨てて、そこの人間関係とか法人関係を全部捨ててですね、もう今田舎の方に住んでいて、田舎暮らしの中に順応しようとしていると。で町内会ってものに関わってみてね、町内会に関わって、そこの会長を、まあ、3年目でやるというね、町のことなんて全く分かんない、誰がどこに住んでるのかも分かんない状態で町内会長やってるというね、ことでね、本当にね、新しい戦場に丸腰で、本当にふんどし一丁、竹槍一本で突っ込んでいく覚悟でいつもやってますけども、そのぐらい落差をつけることによって、まあ、自分にすごい負荷と、ね、ストレスがかかる、そしてその負荷とストレスを打ち破るために新しい自分に出会えるということを繰り返しているのかなと思いましたね。私こういうのが結構好きなんですよね。なんか安定を捨てていくっていうんですかね、安定を求めるよりも不安定を乗りこなせっていうのは、まあ、速稼塾の名言というかね、格言であるんですけども、その安定に安住しちゃうと、もうそこから転落が始まるんですよ。
でも不安定を乗りこなせるようになると、どんな時代の波でもあんまり関係なくなっちゃうんですよね。で、今日の話のちょっと縛りになってきます、まとめになってきますけども、今回の今年のね、感染症騒動で住宅ローンが払えなくなって、で、自己破産をする方とか借入額が増えたとか、で、家を手放す方とかね、家族一家が偽装離婚するみたいな話がね、結構私のところにもやってきて、相談を受けるんですけども、はっきり言って相談をするんだったら一戸建てを買う前にしていただきたかったかなと思うんですよ。私もね、実際自分でやってみて思うんですけども、一戸建てって一括で払えないんだったら買わないべきだと思いますよね。もしくは3年以内のローンですね、これは。で、分かんないんですよ、先のことは。その中で長期ローンね、20年とか30年のローンを組むっていうのは、20年30年平和の世の中が維持されていく、まあプラスですね、少しずつ景気が上向いていくってこと前提じゃないと20年30年のローン組めないですよね。これはね、例えば中国のサプライチェーンと円を切って日本の需要が国内需要に振り向けられると、海外とのやり取りではなくてインバウンドではなくて、まあ日本人だけでやっていこうよって流れになってしまうと、今までの経済基盤って全く変わるわけですよね。それこそ食そのものがなくなる可能性もあります。私もね、海外を相手にしているその差益貿易っていうのがあるんですよ。要するに日本と海外のその価格差とか金利差を利用した利益の取り方なんですけど、これ一切できないですからね、今。だからそこの経費だけかかるんで一気にマイナスなんですよ、そこの部分に関しては。だからそれを一本で会社法人でやってる方っていうのはひととまりもないですよね。私の場合は取引先が潰れたって済むんですけども、その取引先にいた人は潰れたところじゃなくて人生潰れてますから。だからやっぱりね、長期ローンを組むべきじゃないなと思います。それこそ変化できないんですよ、長期ローン組んじゃうと。だからね、本当にそのローンっていう文化ははっきり言って言葉をやめていただきたい。もう借金だと、それこそ破綻寸前の借金イコールローンという言葉にまとめられているのかなと思いますよね。だから長期ローンはね、本当にね、なんていうんですかね、首に縄をつけて飛び込むような感じです。本当に明日取り上げられてもおかしくないものをローンという約束の中に込めているってことだと思いますね。怖いです、本当に。ある意味ね、それ人質に取られてるんですよ。ローンというものを人質に取られてます。いや、ひどい話があったもんですよ、本当。私ね、冷静に考えたらこれひどい契約だなと思うのが、家のローンを組むときに、そのローンを組んだ、まあ大体お父さんになりますけども、お父さんが死んだらね、ローンの支払い中に残債を免除しますよみたいな制度があるんですよ。これなんかひどいですね。そこまでかみたいな。まあ、残された家族にとってみたら、一つのね、防壁になるかもしれないんですけども、もうすでに家と命が計りにかけられてるってことなんですよ。住むとか着るとか、食べるとか衣食住って要求しなくても与えられるものだと思うんですよ。そのために国家があると思うんですよね。国民の衣食住を確保するために、最悪でも配給制度になっても確保するためにあるものだと思うんですよ。でもそれが十分機能してないね。生活保護っていうのもあるかもしれませんけども、生活保護に対しても使うことが恥ずかしいっていう風潮を、制度を作った方が振りまいているっていうところがね、ちょっと考えすぎかもしれないんですけども、あるというね、いろいろ感じちゃいますよね。はい、じゃあどちらにしてもね、変化を望むなら今までの自分を常に捨て続けるってこと、昨日までの自分にさよならする旅、それが人生なのかなと思いますよね。でかといってね、奥さんは捨てられないですよ、私はね、愛してますんで。ということで、最後はちょっとだけのろけさせていただいて今回の動画を終わらせていただきます。吉田さんは変化を意識したことってどういうところがあります？私は麻雀店とかね、アフィリエイトを捨てたっていうのがあるんですけどね。吉田さんいかがでしょうか？それではお題返信よろしくお願いします。いってらっしゃい。